ウィルバー・ジョセフ公演ウィルバー・ジョセフ公演は、アメリカ合衆国の社会科学者、政治家。アメリカの福祉国家論を構築、展開した、主要人物の一人であり、ジョンソン大統領の、偉大な社会政策の立案に関与した。1913年6月10日、ウィルバー・ジョセフ公演は、ウィスコンシン州ミルウォーキーにおいて誕生した。公演は、地元の公立学校で、 初等教育を受け、ミルウォーキーのリンカーン高校を卒業した。公園は、ウィスコンシン大学マディソン校で、経済学を学び、1934年に学士号を取得した。社会保障委員会時代の公園大学卒業後、公園は、ワシントン DC へ移り、エドウィン・ウィッテの助手となった。公園は、ウィッテが携わっていた、社会保障法規則委員会で、調査助手を務めた。 1935年に社会保障法が成立すると、公園は新設された社会保障委員会で技術顧問となった。公園は1946年に社会保障委員会が社会保障庁と解消された後も継続して技術顧問を務めた。1953年、公園は社会保障庁で調査統計局の局長となった。公園は 社会保障庁において、業務計画の立案や議会との立法調整などを任された。保健教育福祉時官補として公開討論会に参加した公園1961年、ケネディ大統領は公園を立法担当保健教育福祉時官補として任命した。公園は保健教育福祉省に関与する立法について議会の承認を取り付ける任務を与えられた。 公園は約65本の法案について議会と調整を行い多くの法案を成立へと持ち込んだしかしながらケネディ大統領が最重要視していたいくつかの法案のうち二本の法案について議会の承認を取り付けることに失敗した一つは高齢者を対象とした社会保障と医療に関するメディケア法案もう一つは初等中等学校に 連邦助成金を与える教育法案であった。大統領がケネディからジョンソンに交代した後も、公園は引き続いて保健教育福祉時間法を務めた。1964年の選挙で民主党が上下両院で過半数の議席を獲得すると、公園はケネディ時代に失敗したメディケア法案と教育法案の成立に向けて再び動いた。公園は 議会と調整を行い、メディケア法案と教育法案は1965年に議会で承認された。公演は1965年4月に保健教育福祉時間に承認した。保健教育福祉長官への就任宣誓を行う。公演1968年5月、公演はジョンソン大統領から保健教育福祉長官として任命された。公演は 保健教育福祉省の大規模な改造を行った。公園は公衆衛生部門を再編成し、公衆衛生局の職務を文章して管轄させる新たな時間保ポストを設置した。公園は保健精神衛生局を新設し、国立衛生研究所、精神衛生研究所、国立医学図書館などの機関をこの株組織として配置した。 1969年1月、公園は、ジョンソン大統領の人気満了に伴い、保健教育副市長官を退任した。保健教育副市長官退任後、公園は、ミシガン大学で、公共福祉政策の教授となった。公園は、妻子と共に寄生を送った。1987年5月17日、公園は、 老年学のシンポジウムのために訪問していた韓国のソウルにおいて死去した。公園の遺体は火葬の後散骨された。公園は医療制度を確立した男との異名を取った。ケネディ大統領は公園についてミスター社会保障と例えた。またニューヨークタイムズ紙は公園について我が国における公共福祉の第一人者と表した。 タイム誌は公園について、無人蔵のエネルギーを持ち、周囲を巻き込んで、熱くなり、仕事に燃える男と表現した。ありがとうございます。